Derek Saklecki, Senior Marketing Manager at Sega of Europe. Today, it's my honor to speak with Toshihiro Nagoshi, Head of Ryu Gakutoku Studio and Chief Creative Officer of Sega. Nagoshi-san, konnichiwa. Konnichiwa. Sega 60周年 記念 の終わり、いくつか質問をお聞きしたいですが、よろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Sega で初めての仕事について思い出はありますか？もう30年前ですけど、割と結構新鮮に覚えていて、まあ当時はまだ 3D の技術もなかったですし、こう画面に直接ドットを打って、まだデザインをしてた時代で、僕はもともとデザイナーで入ったから、そういう毎日ひたすらドットを打って日が暮れてたっていう、 そういう記憶ですね。はい。セガで仕事の中で一番好きな思い出は何ですか？まあでも最初は結局一番こうスタッフでも若いので、やっぱりもっと上の実力のある先輩がたくさんいらっしゃったから、やっぱそこの先輩に認められて、例えば今キャラクターだったらこれをちゃんと画面に出してもいいよ、要は製品に入れてもいいよっていう、その OK をもらえる瞬間がやっぱり一番嬉しかったですね。なかなか OK が出ないから悔しい思いもたくさんしましたけど。はい。60年後のSegaに期待することは何ですか？そうですね、まあ会社ができれば、まあ、当然まだまだ存在していってほしいなっていうのも一つありますし、まあさ、そうですね、60年前のSegaっていうのは正直どういう状態だったか僕も知らないけど、少なくともその30年後に僕は入社して、でも基本的にエンターテインメントとしてその時代に合わせた、驚きをとにかく提供したいというか、まあ、ゲームという形には最終的にするんだけども、世の中の人にとってやっぱりこうときめくような時間をこう提供したいなって純粋に思い続けた会社だと思いますし、そういうスピリットっていうのはずっと続いてほしいなっていう願いはありますね。はい、わかりました。セガのゲームやシリーズで一番好きなものは何ですか？またセガのコンソールではどの機種が一番好きでしょうか？難しい質問。ちょうど僕が入った時にメガドライブを今から売るぞっていうようなタイミングだったんですね。で、僕は最初のデザイン見た時にこう上から見ると丸いデザインしてたんで、 CD ロムに付いになるんだと思ってたら、単にこうデザインの側が丸いだけだってちょっとがっかりした記憶があって、結局カセットなのかみたいなね、のもあったりして、でもやっぱりハードウェアでソニックというタイトルとともにセガというブランドの知名度が世界的に改めてこう認められるきっかけになったので、やっぱり技術的にはもっとさらにサターンであったりドリームキャストであったりっていう高いことをやってるんだけど、思い出といえばやっぱりメガドライブ、ジェネシスっていう存在が僕はすごく思い入れは深いですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっとデトナ USA についてお聞きしたいですが、名越さんはデトナ USA のプロデューサー、ディレクター、チーフデザイナーを務めました。なぜアメリカのモータースポーツをベースにしたゲームを作ろうと思ったのでしょうか？なるほど。当時はまだデザイナーで、まあチーフデザイナーになれること自体僕もすごく新しかったですし、ましてやディレクターが同時にできるってことも考えもしなかったんですね。ただまあどちらかというと、まあそれがまたセガらしいんだけども、どちらかというとこうやれる時には思いっきりこうチャンスをくれるところもセガっていう会社はあるので、まあ、それを一度にこう与えられたってことで、じゃあまあ何をしようかなというのはすごく最初に悩みました。ただもともとそのアメリカのモータースポーツに興味があったわけではなくて、その当時 3DCG に本格的にこう参入するというステップの中で、ちょうど技術的な交流を含めてアメリカに行く機会があったんですよね。ただ僕はデザイナーで、その例えば
3D のチップであったりとか、そういうプログラマー的なアプローチのミーティングにはほとんど僕は用がないから、結構暇だったんですよ。で、まあもちろんミーティングに参加するときもあるんだけど、ほとんどのミーティングは僕はあまり意味がないから、むしろこうブラブラ観光してたんですね。で、その時にたまたま、まあ音が聞こえて、で夕食ディナー食べてた時に、あの音は何だっていう話を質問したら、あれはナスカーのレースをしてるんだと、ちょうどいいよね、今毎日こう退屈そうだからチケット取ってあげるから行ってごらんよって言われて、デイトナ500を見たのが、それがもう本当にきっかけだったんです。おお、なるほどですね。はい、デイトナ UC の開発はどのような体験だったのでしょうか。そうですね、まあ当時は、まあ、逆にこう比較して語った方が分かりやすいからあえて言いますけど、ナムコさんでリッキーレーサーっていうゲームを作ってましたし、まあ、当然 3DCG の技術でいうとナムコとセガが結構激しいバトルをしてた時代で、ただやっぱり両者会社のカラーが違いますし、そのモチーフにするゲームも違う、でまた技術の方向性も若干違う。でその中で僕ら、まあ、セガとして一番らしいアプローチとしては、まあグラフィックが綺麗であるっていうこともデザイナーだからこだわりたいところもあるんですけど、どちらかというとやはりゲームを遊んでみてパワフルで、まあ他にもドライブゲームがいろいろある中で、とてもこうエネルギッシュなゲームにするっていうのがやっぱり一番僕はセガらしいゲームになるんじゃないかなと思って、そこに一番こだわろうとは考えてましたね。はい、なるほどですね。デイトナ USA はアーケードレースゲームの歴史においても最も有名なアーケードタイトルの一つとしてファンに愛されています。開発中にここまでの人気を獲得することができるという期待感などはあったのでしょうか。正直言うと全くなかったですね。だからもう作っていて、ドライブゲームって結局シンプルなんですよね。ハンドルがあって、アクセルがあって、ブレーキがあって、シフトレバーがあって。で、もう、まあシンプルなだけに、他のドライブゲームとの差別化っていうものをどこにポイントを作るかっていうのは、本当に大変で。でもそれは開発してる最中っていうのは、その大変さっていうのはまずは分からないでスタートしてるから、だんだん作っていく上で、どこが正解なのかっていうのがもう本当に見えなくなって、まあもうとにかく僕らは これがベストな答えだと思ってリリースはするんだけども、本当にこの答えで間違っちゃいないのかどうかっていうのはもう出してみて、もうユーザーが決めることだから、もう最後はもう本当になんか自信があったというよりは、もうこれでダメだったらもうしょうがないっていう、なんかそういう気持ちでリリースしたのが本音ですね。ああ、なるほどですね。デトナ USA が有名となった1位には、サウンドトラックの三吉武信さんのボーカルが存在があるかと思います。非常に印象深い要素ですが、初めて楽曲とボーカルを聴いたとき、チームはどのようなリアクションだったのでしょうか。あれはもともと彼が歌うっていうことっていうよりは、僕はやっぱり音楽、今でも音楽のアプローチっていうのはゲームの中ですごく僕は大事にしてるんだけど、新しいことをとにかくいっぱい放り込んであるゲームがセガらしいと思ったんですね。でその中の一つがやはり歌をやっぱり前面に出すというか、耳からこうプレイヤーがこう何のゲームだってこう探しちゃうような、そういうアプローチっていうのはやっぱ僕はすごく実験したかったし、まあ今思えばその US のマーケットを中心にするのに日本人のボーカリストで本当に良かったのかっていうと本当は間違ってたような気もするんだけども、でもその新しい提案がしたいっていう思いで、あれをとにかく突っ込んだっていうのは、まあ結果的にはまあ認めていただいたからすごく良かったんですけど、まあそれぐらい結局なんだろうね、あの作品を作ってる最中は自分らが考えうるアイデアをと全てとにかく詰め込んでいこうっていう一つのサウンドのアプローチも それの一つだったと思います。はい、
はい、わかりました。話が変わりますが、スーパーモンキーボールについてもお聞きしたいですが、スーパーモンキーボールのアイディアはどのように生まれたのでしょうか。モンキーボールはもうデートナーからだいぶ経って、当時ももうすでに他のゲームもいろいろ僕も企画したり作ったりもしてたんだけど、まあ、結構テクノロジーが上がってくるとゲームの遊び方もだんだん複雑になっていって、でその中で、まあ、ビジネスも少し語るとすれば開発費もだんだん上がるようになってきたんですね。でそれは仕方がない部分もあるんだけども、特にアーケードゲームなんかは本質的にもっと直感的に遊べて、楽しい時間が過ごせるようなものっていうのが僕は本質的なものだと思ってたし、そういうゲームっていうのがだんだんこう少なくなってくる様子が寂しい思いもあって、だったらちょっと思いっきり、まあコンセプトは2つでしかなくて、シンプルに遊べて安く作れるゲームっていうのを本当に究極なまでに追求してみたいなっていうのがあって、そこでこう考えたのがまああれでした。まあ、最終的にそれがアーケードを超えて、コンシューマーに行って、それがしかも十数年20年近く遊ばれるっていう未来っていうのは、これもデートナーと一緒で考えてはいなかったです、はい、なるほどですね。スーパーモンキーボールは世界で初めて任天堂コンソール用に発売したゲームでした。開発にあたりこれは影響した場面はあったのでしょうか。まあ任天堂プラットフォームは、まあ、今も結構広い年齢層で、遊ばれてるゲーム機だと思うんですけど、基本的にはやはりキッズとかティーンに強いハードだと思うんですよね。まあ、その中でも当時特にやっぱりキッズマーケットに対してはすごく、認定の力を入れていて、僕はそれは合うと思ったんですよ。ただ、まあ、日本のスタジオですし、僕の頭の中ではあれは、一応ワールドワイドで売るんだけども、日本で一番売りたかったんですね。でも実際は、アメリカとかで結構売れて、でもだから当時の社長からは、ちゃんとアメリカのマーケットに合うものを作って偉いなって褒められたんですけど、僕のその時の心中としてはありがとうございますとは言ったものの予定外だったなとは思って、はい、考えてましたけど。なるほどですね。スーパーモンキーボールについてファンがまだ知らない開発秘話はあれば教えていただけますか。そうですね、秘話というわけじゃないですけど、まあ誰でも遊べて、そしてまあキッズも遊べて、でまあやりごたえがあるっていう意味で言えば、まあゲーマーっぽいプレイヤーにもある程度満足いくものっていうふうには考えてはいたんですけども、そのまあ一方で YouTube なんかがこうだんだん流行ってくるようになった時に、そのプレイの解き方ですよね、のマニアックな解き方がこうガンガンアップデートされてる時に、もう僕らが考えてたコンテンツとは違う価値観にだんだんなりつつあるなっていう、結構それは不安であり、同時にスーパーモンキーボールの新しい未来が見えた気がしたんですよ。なので、まあ、あれは本当に最初はまあ僕らが考えたコンセプトかもしれないけど、今そしてこれから先にあるモンキーボールっていうのは、あれは本当にユーザーが育てていったゲーム性だと思うんですよね。これは結構珍しいパターンだと思うんですけど、で僕らはそこに対して、いやいや僕らの思いはこうだから、プレイヤーはプレイヤーでそういう遊び方するかもしれないけど、モンキーボールはそういうもんじゃないじゃなくて、僕らはやっぱりプレイヤーが楽しんでくれればそれでいいので、プレイヤーがそういう楽しみ方を膨らますんだったら、じゃあ僕らもそのプレイヤーのそういう楽しみ方がもっと膨らんであげるような、レベルデザインを作ったりとか、そういうふうに考えようっていうふうにしたのは、結構僕もものづくりの中で結構大きな変化だったような気がします。なるほど、うん、もちろんヤクザシリーズについてもお聞きしたいですが、はい、ヤクザは名越さん、それ以前に関わってきた一方向のゲーム進行のアーケードスタイルとは異なっているタイプのゲームです。この変化は何のインスピレーションが元になっているのでしょうか。そうですね。まあ、実は
まあ、僕自身は大学でも映画の勉強をずっとしてましたし、ドラマ、まあ、ストーリーっていうものを作ったり、でそれをこううまく組み立てるってことにやっぱり結構興味はあったんですね。ただまあゲームの中で特にまあ入社したのがアーケードゲームでしたから、遊ぶこととそのストーリーを楽しむことっていうのがなかなかこう同時にこう追求できるような環境っていうのは僕自身なかったんですよ。ただまあある程度まあセガでまああれを始めたのはもうすでに15年以上経ってたと思うんですけど、もっとこう素直にストーリードリブンなゲームっていうのは一度は作ってみたいなっていう欲求はありました。あとはそのでもやはり欧米のスタジオでものすごいクオリティでものすごい開発機のゲームっていうのもどんどん出てきていて、同じような土俵に登ったら多分そんなに簡単に勝てるもんじゃないっていうか、まあ多分普通に負けちゃうなと思ってたんですね。ただ日本のスタジオで日本人の感性で、そして逆に言えば欧米のスタジオでは作れない世界観のものっていうのはとてもユニークだし、それをきちんと完成度が高く作れば僕はワールドワイドで通用するきっかけはきっとあると信じたんですよ。で、まあ、結果的にはそれが広がっていってくれて、まあ、ありがたいんですけど、まずはでも、うん、自分らにしか作れない欧米のスタジオでもはとてもじゃないけどこういうところまでは手が出せないようなものっていうのを、まあ、作ってみたかったっていう欲求を普通にやってみたっていうのがもう素直な気持ちですね。なるほど。現在ではヤクザシリーズのゲームは骨太でドラマチックスタイルであるとみんなが知るところですが、第一作目を開発する際にゲームの見せ方、手触り感はどのように決定されたのでしょうか。まあそうですね、まあ、ストーリーを楽しむこと、そして、まあ、街の再現度が高いですから街を歩いていて楽しいことで、まあ、最後はアクションバトルで爽快に遊べることで、まあ、これをまずはアクションアドベンチャーである以上は一番大事にしなきゃいけないっていうのがある。でその中で実はそれとは別にって言った方がいいのかな、僕がすごくこだわったのは買ってくださった遊んでくださったユーザーの方がみんなエンディングまで見るってことだったんですよ。であれを実際に作って特に欧米で発売するときに欧米マーケットに対して僕はアンケートを取って、もちろんたくさんの項目が含まれるもので、キャラクターに対する印象であったりとか、あとは今遊んでいるゲームでどんなものを遊んでいて、でそのゲームのどこが好きかみたいないろんなそうディティールの質問をたくさん出したんですけど、僕はたった一つしか興味がなくて、であなたはその今遊んでる楽しいと言ってるゲームをエンディングを見ましたかっていう質問にすごく興味があったんです。で実際蓋開けてみると 80% 近くのユーザーはエンディングを見ていないっていう答えだったんです。でその時僕はものすごくショックで、何のためにエンディングまでゲームを僕らは開発しているんだろうかみたいな、ひょっとしたら僕らの設計しているものってのは市場が求めるそれに対してトゥーマッチなんじゃないかとかいろんなことを考えたんですね。映画を最後まで映画館行って見ない人、まあ眠ってりゃね、それは分からないけど、でも大体最後までは見ますよ。そして面白いと思うんだったら必ず最後どうなるか、人間興味あるはずだから絶対見ますよね。でもゲームだからなのかもしれないけど、せっかくスタッフロールのラストまであるにもかかわらず、それを味わってもらえていない、それほとんどの人が味わってないっていうのは、何かそこにも設計をうまくやれば、楽しんでもらえるヒントになるんじゃないかな。だから僕はまずゲームボリュームをどのぐらいが一番いいのか。で少ないと当然欧米って取れる料理のボリュームと一緒で少ないはダメじゃないですか。だからそこは基本的にはボリュームがある、だけど多すぎない、うん、そして高い確率でむしろ 80% がエンディングを見ないんじゃなくて 80% 以上がエンディングを見たでどう思ったかっていうアンケート結果になるようなゲームが作りたいっていう思いはものすごい強かったですね。まあ、結果的に竜が如くって今でもワールドワイド共通で 90% 以上の人がエンディングを見てくださってるんで、そこは僕らは今でも誇りにしているところですよ。ああ、偉いですね。それはできましたという感じですね。ヤクザの第一作において不適切だという判断して除外されたアイデアなどはありましたか。ああ、
まあ除外されたアイデアは当然ディスクの中に入ってないからなかなかこう今ここで説明しづらいんだけども、まあでも一方で、まあそういうコメントがあるものはどんどん省いていったんじゃなくて、一つ一つについて僕らは意思があって、そのゲームの世界観をきちんと説明するために必要なものとして入れてるものがほとんどだったから、それは例えばあの時はプレイステーションのみで出してましたから、ソニーさんにしても、でそういう交差をする機関にしてもちゃんと会話をして、でどうすればこれが近い表現が許されるのかとか、うん、それはもう結構面倒くさがられましたけど、僕らはそれをはいはいって言って排除していったら結局どっかの誰かが作ったものと同じものになってしまうから、そこは逆に結構粘って戦いましたね。はい、それはその思い出はすごくあります。はい、なるほど。うん、ヤクザの企画を初めて見たとき、セガ社内ではどのような反応だったのでしょうか。正直言うとすごくみんな、まあ、ストレートに言えば冷めた印象でしたね。なのでやはりアクションアドベンチャーゲームってのは理解はしてるんだけども、やはりテーマモチーフになるようなものっていうものがあまりにもその見たことがないものだらけで、やっぱりそこに評価をどうしていいかわからないっていうのはあったと思うんですよ。ただ僕からすると、まあ、先ほど言いましたけど、オンリーワンなものを目指すときに比較対象がないっていうのは、これはしょうがないと思うんですね。むしろ比較対象ができないってことは、その世界が唯一である証拠でもあるわけだし、で僕はそういう評価が来てしまう。結構、どうかな、むしろまあどうかなっていうよりは、これは無理なんじゃないのというコメントがボンボン飛んでくること自体は割と僕は想定内だったんで、あんまり気にしなかったですね。逆にそれに負けてたらきっともう世には出せなくなっちゃうし、うん、そこに負けないっていうのは僕の最大の仕事だと思ってました。なるほど。ヤクザは欧米アジア双方のユーザーにユーマが閉じる軽有な作品の一つとなっています。これは意図的にこのような形になっているのでしょうか。ヤクザのユーマ要素はどのように読まれるのでしょうか。なるほど。まあ僕はあれは狙っている設計が一つだけあって、シリアスな、そしてまあ一種バイオレンスな ドラマ性、世界観っていう、そういう一つの空気と、思いっきり、まあ言葉で言うならば、シンプルに言うならばふざけた形のユニークさみたいなところを結構僕はあえて両極端をもう一つの作品の中に入れてるんですよ。でそれが結局僕はあれは現代劇ですから、地球の中の日本の東京のお話なので、人間も結局いくら格好つけたって陰では結構だらしないことやってたりもするし、そこはより人間らしい生活をゲームに置き換えるとしたら、なんかあまりこうヒーローだからかっこ悪いところは見せないっていうのも、まあそれも一つかもしれないけど、なんかそういうリアリティって僕はあまり、まあそれも他のゲームでやればいいとは思うけど、でも僕がやるとしたらもっと違う人間らしいキャラクター、その方が愛着が湧くのかなみたいなのがあって、だから僕は結構そのふざけてるって言われてる要素のがなくてもいいっていう人もいたんですよ。でもあれがあるからこそ龍が如くだと思ってるので、そこのバランスっていうのは結構今でも大事にしてますね。現在はセグのチークリエイティブオフィスの役職についておられますが、セグにおいて長年にわたる業務において楽しさを見出している要素などはありますか。なるほど。まあ、長いことこの会社にいますし、まあ、僕もいろいろ知り合いがいる中で何回か転職してる人もいますし、まあ、でもセガっていう会社は、まあ、ずっといても結構いろんなことがあった会社だから、一つの会社にいながら一つの会社にいる以上の経験を僕はしたような
気がするんですよね、振り返ってみると。うん、そこがセガに勤めている醍醐味みたいなところもあるし、あとはまた若い子にはよく言うんだけど、長く続けていれば何かが起きるわけではないし、仕事を楽しくするのも自分自身だし、うん、仕事をつまんなくしちゃうのも自分自身だし、だからそれはやっぱり自分が、うん、エンターテインメントを作るっていうふうに決めた上で、まあ、やっぱりそこのスタンスというか姿勢というか、そういうものがやはり日々の仕事の楽しさ面白さにつながっていくのかなっていうのが一番大事だと思うので、うん、今はまあこういう立場で仕事しているけど、まあ、どちらかというとゲーム作りの技術というよりはものづくりに臨む姿勢みたいなのを若い子に比較的伝える機会が多い気はしますね。はい、なるほどですね。セガのビデオゲームは過去から現在に至るまでどのように変化したと思いますか？そうですね、僕が入った時もすでにセガといえばやっぱり技術テクノロジーで、結構リードしている会社っていうのがあって、まあ、今も技術的なレベルは高い方だと僕も思ってるんですけども、やはり今時代がこういろいろ変わっていって、いわゆるゲームコンソール以外でもゲームが楽しめる時代になってきて、で SNS っていう文化がもうこんだけ発展した中でいうと、やはりどちらかというとサービスの運営であったりとか、そういったものが重視される時代に入ってきているという意味では、単純に技術技術っていうことを前面に出していく時代でも僕はないかなと思うんですよね。なので、まあ、結局はお客様に喜んでもらえるっていうことは何も変わりがないんだけど、僕らの意識の変化の中でも最終的に誰がどんな場面でどういうふうに遊びたいかみたいな、そのプロファイリングっていうものをやっぱり一つ一つのコンテンツに対して強い意識をより持っていかないと、結局誰が喜ぶものなのかとかいうことっていうのは、まあ、簡単に言えばそれがマーケティングなのかもしれないけど、でもそれを、より強く明確に意識しなきゃいけない時代だなっていうのは、このもう数年でもう日々強く感じているところですね。なるほど。世界で仕事をしてきて最も多くを学んだと考える人物はどなたでしょうか？僕は、まあ、後々シェンムーを作る鈴木優が最初の上司だったし、まあ喧嘩もすごいしましたし、いや本当に、すごく怒られましたし、ただ、僕はやはりセガの中でも、中井氏もそうでしたけど、まあ本当にジーニアスだって呼べる人って何人かいるんですよね。他にもいます。ただ、やっぱ彼らに共通してるのはやっぱりピュアだし、やっぱりものづくりに対しては、やっぱり引かないんですよね。やっぱり理想があって、その理想を何としても実現する。どんな手を使ってでもそれを出すんだっていうところに対しては、全く妥協がないっていうところ、あの強い精神力とか、まあ、もちろんそれによって、喧嘩も増えるし、いろんなことが起きたりもするんだけども、結局でも強いリーダーシップがあって組織が回っていき、でそして強いリーダーシップがあるからその理想が叶えられていくっていう面で言えば、やっぱり僕は今30年、まあ、こういう立場でやってますけど、その先輩たちに、まだ手が届いたのかどうかなって言われたら、まだ叶わないなって思うところが今でもありますよね。はい、なるほど。喧嘩についてももう少し詳しくお聞きしたいですけれども、なんか特別な喧嘩、結構特に激しい喧嘩がありましたら、それを話していただければ。だから、まあやはり。そうですね、結構変更とかもすごいんですよ。で興味の対象が結構変わる人なので、じゃあこれはこういうふうにしよう、一旦ミーティングで決めて、で分かりましたって言ってもそれを採用されたいから一生懸命やるわけですよ。当時で言ったら本当に徹夜してやったような時もあるんで、でそれでなんとかできましたって持ってったら、もう
なんか意見変わっちゃってて、いやちょっとやっぱりあれはなしだみたいな話になってじゃあ俺が昨日寝ないでやったこれは一体どうなるんだみたいな、そういうくだらない喧嘩とかはよくありましたね。なるほどですね。でもよくよく考えてみたら、それも学あのシンプルだけど学ぶとこなんですよ。だって一旦決めてももっといいアイデアが出たらそっちを取るべきだし、で僕はそれはスタッフとしては自分が一生懸命作ったものが採用されないことは残念です。だけどせっかくあいつが作ったから、かわいそうだから採用してあげるっていうのもやっぱりクリエイティブで言えば間違ってるんですよね、うん、やはりそれはやっぱリーダーがいやもっといいものになるんだ、うん、もっとこうポイントが高い仕事になるんだっていうんだったらそれはそれに従わなきゃいけないし、うん、やっぱそういう厳しさみたいなのがあってやっぱりコンテンツってどんどん高まっていくっていうのはこれは当たり前なんですけど、うん、そこはあの時そのいやいやもうごめんやっぱりあれやめたからっていうそういう上司で僕は良かったなと思ってますね、うん、なるほどですね。はい、最後ですが、この先においてセギで成し遂げたい目標はありますか？うわ難しいな。まあそうですね、まあ、これからのセガに期待するものっていうのはもう一つでしかなくて、やはりたくさんの人に、セガっていう、まあ、看板のついた商品で、楽しんでもらう機会をどんどん増やすことでしかないんですよ。ただその中でやはり今は社員一人一人も思いがあって、でセガにも思いがあって、やはりそこの中で一人一人のこう夢の自己実現を少しずつでもしてあげたい、させてあげたいなっていうふうにやっぱり僕は思うところもやっぱり日増しに強くなって、多分僕が年を重ねてきて、年老いてきてるからかもしれないけど、僕はこの会社に勤めてて今でも本当にフラ良かったと思ってます。ただ同じようにそう思える人っていうのはあと何人作れるのかなっていうのは、単純にこう物を作ってるだけでは同じ気持ちにはなれないだろうし、さっき言ったそういう厳しいこともやり取りもありながら、そういうこう上司と部下、スタッフとプロデューサーっていう関係が、うまく高まっていくような関係になっていくような部分もあると思うから、まあ、そこは本当に、まあ、人それぞれで目標は違っていてもある程度時間が経った時に、あ、僕はこの会社勤めてて今幸せですと言える人をものづくりを通じて増やしていくってことがやっぱり一番の目標かなと思いますね、はい、なるほどですね。はい、名越さん、質問は以上ですが大変楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。